高槻市の私立小中学校では平成23年度に読書環境や学校図書を活用した授業の充実を図るため学校図書100万冊計画を実施しました。今年度からは子どもたちの成長にとって優先度の高い蔵書を充実させるための学校図書新100万冊計画をスタート。令和8年度までに最新情報への更新が必要となる自然科学や技術、産業分野といった学校図書を中心に充実を図ります。今回のクローズアップナウでは学校図書館を充実活用するためのモデル校での学校図書がどのように活用されているかをご紹介します。モデル校の一つ、北大冠小学校の3年生が図書授業を行っていますね。どんな授業なのか見てみましょう。本を借りるときは図書委員か宇治先生か清家先生に借りるやつを言います。あ、行の本借りてますって言ったら、あ、そうなって言って押してもらいます。で、ここのハンコがたまったらビンゴになります。へえ。で、1回ビンゴじゃなくて何回でもビンゴできます。読書でビンゴ、面白そうな授業です。それぞれのマス目に書かれた本を探してその本を読むんですね。借りた本の題名と同じ文字のマス目に判を押してもらっています。どこに書くの？作業、これ、ここに書いてる。下の空いてるところ。子どもたちはビンゴを達成しようと、これまで借りたこともなかったいろいろなジャンルの本を読むことで、新たな興味が湧いてくるようです。図書館を利用することで、子どもたちはどんな反応をしますか？普段の休み時間では、自分の好きな本の場所しか見てなかったりするので、授業でここにこんな本があるよとか、こういう本が面白いよということで新しい気づきであったりとか調べの役立つお助けをしています。図書館や学校図書をどのように活用することを目指しておられますか？学校図書館が担う3つの役割の中で、これまでは読書センターとしての役割が大きかったと思うんですけれども、これからは学習センター、情報センターとしての機能をより高めていきたいと考えています。パソコンやタブレットなどの ICT 機器に頼るだけではなくて、本や新聞を積極的に活用することで、いろいろな教科の学習に取り入れていきたいと思っています。子どもたちにはテーマに沿った本を自分で選んだり、ワクワクしながらページをめくっていったり、新聞を手に取って身近に感じたり、小学生の間にそういった体験をたくさんしてほしいと思っています。また第二図書室の整備にも取り組み、学校図書館が3つの機能を果たせるよう環境づくりを行っています。そのような中、今回の新100万冊計画では、授業で子どもたちが活用できる図書を充実することができるので、とてもありがたいと思っています。第六中学校もモデル校の一つ。1年生の文字式の利用という数学の授業です。学校図書を使って数学の授業ですか。どんな授業か興味津々です。授業の目的や生徒の反応について教えていただけますか？今日の授業の目的、目標としては、普段やっぱり数学ってどういう時に活かすのっていうことがよく聞かれるんです。で、将来に使う時に全然使わへんやんっていう言葉がもう中1、中2、中3のどの子でもよく言うので、実際にその、旅行に出かけた時とかテレビで見ている時とかに、お金の通貨のお話っていうのはやっぱりピンと子どもたちは大体みんな来るので、そういうとこから日常と
数学との関わりっていうのを目的として、そこから広げていくために入りはそこから始めたんですけど、で最終的にはじゃあ何が今習っているものがどう生かされるのかっていうので、今日の授業ともう一つの授業のつながりを、関連させながら説明して、あ、なるほど、こういうことが数学で生きていくんだっていうところを理解させていきたいなと思っています。子どもたちが数学においても、もちろんそれ以外においても、あの学びがつながるようなところでこういった活動をしていきたいなと思っています。このグループはタンザニアの通貨について調べたようですね。タンザニアの通貨が日本円でいくらになるか、タンザニアで水を買った場合の価格を日本円で計算したようです。 0.5 リットルの水が日本円でおよそ20円という答えが出ました。これはまさしく数学の方程式につながる授業ですね。童話の走れメロスの、本当に走ってるのはどういうふうなグラフで、どういうふうにここ休憩してるのかとかも、それも数学につながってきますし、それが本来ほんまにたどり着いているのかとか、ちょっと休憩してたんじゃないかとかいうのも数値化すると面白いなっていうのは数学科でも話をしてたりっていうので、いろんな、それでいうといろんな話題から数学につなげるっていうことを考えるのもすごくいいなと思ったので、私もそういうことをやっていこうという活動を経て、あ、面白いなってすごく自分の経験にもなったので、とてもいいなと思っています。どういった学校図書の活用を目指しておられますか？本校では今年度全学年全教科図書館を活用していこうということで今取り組んでいるんですが、その取り組みの中で先生方に気づかされたことがあるんです。それはいわゆる教室にある一人一台端末、子どもたちの端末は検索すれば何でも出てくるんですけれども、その量はもういわゆる大海原大海なんですよね。でその中から必要なものを引っ張ってくるのでも子どもたちは難しい子もいる。そんな中で本というものはいわゆるとても身近な湖であったりため池であったりするわけです。取り組みやすいんですよね。でその本を読むことによって授業への取り組み方だとか最初の入り方だとか、そういうもので教科の苦手意識がなくなったりだとか、子どもたちから発信する主体的な学びにつながっている、そういうことが多くあります。北大冠小学校の20分休憩、子どもたちが図書館に集まってきました。図書館のいいところは何ですか？図書館のいろんな本があるのが好きです。いっぱい本があって、セラベ学習には役立つとこが好きです。いろんな本があるところと、読んだことのない本に出会えるところです。読書は子どもの成長にどのような役割を持つのでしょうか？子どもたちが自分が知らない世界を知ったり、興味関心をそこから持っていったりっていうようなことがすごく大きな役割となっていると思います。また子どもたちの語彙力を伸ばしていくことにも役立っていると思っています。第六中学校の図書委員の皆さんが小学校での読み聞かせの本を選んでいます。1、2、3年それぞれが担当する学年が違うため、どの本にするか迷っているようですね。図書館のいいところは何ですか？本がたくさんあって、授業にも使える本がいろいろあって、授業でも図書室を利用できて、でその授業に来た時にみんなとこの本がおすすめとか話し合っていろんな本を発見できるところがいいところです。これからの図書館の活用をどのようにお考えですか？はい、子どもの学びを広げるためのツールとして広く活用していきたいと思っています。今日見ていただいた授業は
数学の見方考え方で授業を進めていくものだったのですが、あの本を開いたことによって国名であるとか通貨の単位であるとか、その国の場所、それから住んでいる人たちの生活環境、そういうもの、歴史もですよね、そういうものもすべて広げて子どもたちは受け入れることができたと思います。学びというのは一つ一つの教科ではなくて、たくさんの教科や生活の中に結びついているということを実感する、そういうことを、子どもたちが分かっている、分かることができるような、図書館にしていきたいと思っています。調べて生かすという行動には、知りたいと思う、調べようと思う、調べられる、知る、知ったことを活用するという段階があります。調べられるという環境をさらに充実させようという新100万冊計画は、子どもたちのこのような行動にとってとても重要です。本を読む、本を活用するという経験を通して、子どもたちは面白さを実感し、自発的に知りたいから調べよう、もっとたくさん本を読んでみようという思いが生まれます。学校図書のさらなる充実で、子どもたちの主体的で意欲的な学習活動につながっていく新100万冊計画に期待が集まっています。